はい、では久々にオーリーのハウトゥーをしていこうと思います。で、今回は効率よくオーリーの練習をする3つの、大事なポイントを教えていこうかなと思います。で、まず1つ目、スタンス。まあ、スタンスは結構何度も言ってるんだけど、まあ、前足、まあ、特に後ろ足の置く場所が大事だよ。まっすぐ上がる場所、叩いた時にまっすぐ上がってくる場所、これが、このビスの位置、ビスが4本程度あると思うんだけど、それのライン上を叩くのがいいよっていう話を結構してるんだけど、まあね、よく見るあのオーリーできませんの映像とかできないって言って、まあ、目の前にたまにこう滑ってる時に教えたりするんだけど、みんな飛ぶことばっかり意識して、やっぱスタンスをあんま意識してないよと思うんで、ね、で結構足の位置が毎回バラバラになっちゃってる人が多いと思うので、できるだけスタンスは毎度一緒の場所、こうやってスタンスをオーリーします。1回目、2回目、3回目、4回目みたいな感じで叩く場所が結構ばらけちゃうので、それはあんま良くないかなと思います。で、なるべくオーリーは、もちろんスタンスを少し変えていくのはいいんだけど、ほんとスケートボードって足の位置1センチ違うだけで全然叩く感触が変わってくるんで、もちろんここが答えっていうのもないんだけど、できるだけ毎回一緒の場所、1回目でこっちの足ちゃんとやって、2回目、こういう感じで何度も練習する方が、結局もちろん回数を何回もやるのって大事なんだけど、スタンスがバラバラだと結構効率悪く練習してることになっちゃうと思うので、まあ、スタンスはちゃんと意識してやるのがいいかなと思います。2つ目は、しゃがみ方。これを結構ねちゃんと意識するのが大事で、じゃあオーリーします、オーリー練習します、しゃがみますの時にこう下にしゃがめない、腰が折れちゃってたりすることが多い。できるだけちゃんとスケボーの上にこうしゃがむようにすることがすごく大事で、なぜかというとしゃがんだ時にスケボーの上に自分の特に頭がこうあるようにすると、ジャンプした時にこのまま真上に飛べる、スケボーの上に飛べる、こういう感じでなんだけど、例えば腰が折れて頭がこっち側にあります。そうすると人間って頭が重いからやっぱつま先側にどうしても飛んじゃう。これで言うとこんな感じ で、逆に、背中側ちょっと意識しすぎてこういう風に腕張るようにこうしてしまうと背中側にやっぱ引っ張られて、まあ、飛ぶ時にかかと側に踏んじゃう感じ。こんな感じで変わってきてしまうので、しっかりと、もちろん頭がこうなんなきゃいい話、しゃがんだ時にちゃんとスケボーの部分上にしゃがみ込める、でその時に、意識してほしいのはトラックが曲がらないこと。こうしゃがんだ時にトラックがグニュグニュってならないように、しゃがんでもいいけど飛ぶ時にはこのトラックがまっすぐ、デッキがこっちとかこっちにならない、まっすぐ
あげれるよ。ちょっと極端にやるけど、こっち側にぐにゅって曲がった状態で飛ぶと絶対かかと側に飛んでっちゃう。逆につま先側にやっても一緒で、まっすぐ上に飛べない。なので、まあ今言った、体をデッキの上にちゃんとしゃがんであげるっていうのと、トラックを曲げない。この2つを意識すると、スケボーの上に飛びやすいので、オーリーもしっかりと上に飛べる練習になるかなと。やっぱそこをね、結構意識しないとばらけて、いいオーリーができた時と悪いオーリーができた時の差が分かんなくなっちゃうので、そこを意識してやるといいかと思います。で、もう一つは、まあこれも体の位置なんだけど、オーリーするときにこうしゃがんで飛ぼうとした時、後ろ足でジャンプするからこうまくられる感じになっちゃう。後ろ足を意識しすぎて、体がこう後傾姿勢になっちゃう。これやると結局降りしてもこういう風にロケットみたいに、まあ板が斜めで、例えばそれでメイクできても着地でこうテール側から着地しちゃってツランってなっちゃうので、スケートボードはこう進んでくれる。その上に自分がいて、スケボー別に前に送ろうとか後ろに送ろうとすることは考えずに、自分は進んでるスケボーの上でも上に飛ぼうって意識だけでいいと思います。体がだから前にこう飛ぶ、物を越える時とかよくあるんだけど、前に飛ぶわけでもなく後ろでも行く、しっかりと上に飛ぶように。まあいい例で言うと、このまんま上に飛ぶ。で、悪い例で言うと、例えばこう前足を意識すぎてスローとするから、前に行ってしまったり、テールをちゃんと叩こうとするから、テール側に体が残って、まあ板が真下に上がったりっていうのがあるかな。なので、このテールを叩くために体の位置を意識する。で、それを意識するだけで、やっぱ降りてすごい上達すると思うので、あと実際止まってやるオーリーと走ってやるオーリーって少しだけ感覚が、慣れてしまえば一緒なんだけど、でもやっぱちょっと違くて、なのでずっと止まって練習する必要はないかなと思います。まあもちろん止まって練習することも必要だけど、止まってと並行して少しでも走りながら、スピード出す必要ないから、ゆっくりでもいいから、ちょっと進みながら練習するのがいいかなと思います。はい、まあ今言ったスタンスと体の位置、しゃがみ方と体の位置か、これを意識してやると上達も早いと思うので、はい、そこを意識してやってみてください。